花屋レモさん、こんにちは。まあ、久保哲郎から教えてもらったことなんてね、本当に恐縮でございます。まあ、私が何かね、偉そうに教えたというよりも、私はこういうふうに思うんだけどな、っていうことを、数ある動画の中でお話したことのワンフレーズをね、花屋レモさんが、あ、これじゃないかなと思って抜き出して、そして花屋レモさんなりに、こう、分解していったところを、やってみようかなってことが見えたんではないかなと思うんですよ。だからやっぱりこう吸収して展開してそこに行動が伴ったからまあ見えてきたところじゃないかなと思うんですよね。で、価格の3ポイント、低価格もしくは無料っていうのと寝頃感があるものと高額なものというね、松竹梅の3つのポイントっていうのは消費者の方がね困らないようにするための、まあ、私はとってもいいポイントじゃないかなと思うんですよ。まあ1個しか商品がないとその商品が自分に合ってるかどうか分かりにくいっていうところもありますし、プライスポイントがね4つ5つ6つあるとまあいっぱいありすぎてどれを選んでも不安になるし、3つぐらいだったら明確なんですよね。まあお試しでこれいこうかな、まあ、今はちょっとお金があるからこれにしようかな、大きな挑戦する意味で一番高いやついこうかなみたいなね、自分の立ち位置が選べたりとか、これはね販売者と購入者の位置関係なんですよね。安いものはやっぱり一番売れますよ。高いものは一番売れにくいですよ。でも濃いファンは一番高いのを買っていただきますし、安いのを買った人はいつかミドルクラスのやつを買おうと思いますし、ミドルクラスのやつを買うと、まあ、次は高額なやつ買おうかなと思うわけなんですよね。買った商品によってどうするかっていう行動が決まるんですよね。まあこれはね花屋さん売ってきてよく分かってきたんじゃないかなと思います、それは私が教えてたよりもやっぱりね、まあお客様が教えてくださること、世の中が教えてくださることなんですよね。はい、本当にありがとうございます。で、今回はですねちょっと才能の話をしてみましょうか。才能ってのは何でしょうかね。才能ちょっと考えてみてください。才能って何だと思います。私はですね、才能は2つに分けることができると思うんですよ。ね、才能。才能の前半のものって、才っていうのは、生まれ持って自分に備わってるものです。たまたま物覚えが良かった。たまたまかけっこが早かった。たまたま、ひらめくことが多いとかね。これたまたま持ってるものです。で、才能のの字っていうのは、後天的に自分で身につけるものです。例えば、物覚えは悪かったんだけども、トレーニングして物覚えが良くなってきたとかね。それから、いろんな応用が、もともとは苦手だったんだけども、学習や体験を繰り返す中で、応用がだんだん効くようになってきて、まあ、トンチですとかね、変化球が考えられるようになったとかね、そういうことなんですよね。才能というやつ。で、自分にはどっちが多いかなと思うことなんですよ。まあ私はね、私の場合だと才能の才の部分が大きくて、後天的に身につけるものってあんまりないんですよ。というのが、私は何かのために努力するってことがね、なかなかできないんですよね。まあそれというのも、生まれ持ったものがあるから、そんなに努力しなくても、まあたまたま生まれ持ったものによって助けられてるっていうことなのかなと思います。これは私なりに謙虚な気持ちなんですよ。通常世の中では、努力によって何かをつかみ取った方が、謙虚だというふうにされています。いや、私にはね、生まれつき特別な能力なんてないですよ。いろいろコツコツやった結果こうなったんです。みたいな感じでね、語られることがありますけども、自分の努力や、ね、頑張りのおかげでうまくいったっていうふうになっちゃうんで、これは謙虚なのかなと私は思うんですよね。どちらかというと、生まれつき大きな体、頑丈な精神力、こういったものを両親からいただいたんで、それによって何とかやっていけてますの方が謙虚かなと思うんですよ。そしてですね、まあ自己責任の世の中とか、努力が報われる世の中ね、まあ少年ジャンプみたいな言い方ですけども、自分の頑張りが結果をもたらすって考えたらどうでしょうか。結果の出てない人は、自分は頑張れてなかったんだと、努力ができてなかったんだっていうふうに、ものすごくね、落ち込んじゃうんじゃないかなと思うんですよ。だから私はね、もともと備わってるものによってやれているところが多いなと自分には
思うことにしてるんですよね。なんて言いますかね、その生まれつき努力が苦にならないんですよね、私の場合は。何かを一心不乱にやってても苦痛に感じたりとかしないんですよ。まあなんとなくノリでやってるみたいな感じですかね。でも一つの結果をつかむために歯を食いしばって邁進しなければならないっていうふうに感じる人っていうのは本当に苦しいと思うんですよ。それでなおかつ結果が出なかったら、もうこんなに一生懸命やってもダメなんだと思ってね、次の挑戦も億劫になると思うんですよね。だからやっぱりこのね、頑張れば報われるっていう考え方もかなりね差別的だなと思うわけなんですよ。まあ、ですんでね、この才能っていうことは私は生まれ持って備わったものが私をここまで導かせてくれたのかなと思いますし、才能の自然でね、後天的に何かを頑張れた人っていうのはそれはそれですごいんですけども、でもね、自分の思わない、思わぬ結果が出なくたって、それは全部が自分のせいではないよというふうに考えてね、ちょっとリラックスしていただきたいかなと思うんですよね。やっぱり運の要素が大きいかなと思います。才能といえども、その才能の才が備わっているのか、脳ができる環境にあるのか、これは総じて運なのかなと思うわけなんですよね。まあこの才能について花山さんはどういうふうに感じてるかなというところでございますね。じゃあ今日はこのぐらいにしましょうか。才能について、コメントよろしくお願いします。いってらっしゃい。